皆さん、こんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野雄二の暗号試算投資教室を始めていきたいと思います草コイン新聞、購読視聴規約ここでね、この動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条を 大きな画面でねい一お読みください一か所でもね承諾できないという方がいらっしゃいましたらこの動画を見ることはできません LINE に登録してくださいねはい「令和元年7月4日木曜日暗号資産草子院中野研究会」いやー雨降った ですね、もうずっと毎日雨でね2週間ぐらいずっと雨ですよやばいんじゃないかって感じでねあの千葉県松戸市もねあの地盤が崩れそうですねこれ基礎がね建物の基礎が崩れそうですであの九州の鹿児島とかね熊本とかすごい雨降ってて濁流で流されちゃった人もいるみたいで皆さんあの大丈夫でしょうかこれからね えー、中国、四国、近畿、東海、関東の方、えー、雨ってか台風っていうかね、来るんでね、あの皆さんもくれぐれもね、早く気をつけて早くね、早めの避難をお願いいたします。で、今日はですね、えー、っと、皆さん忘れてしまったかと思いましたが、えー、5月にね、承、え、認、ー、が延期されてしまった例の バウンエックバウンビットコイン ETF の承認なんですけれども月日が経つのは早いですねもう今7月じゃないですかで来月ですよ8月19日に承認日の最終日承認最終日が8月19日月曜日ですそれでね今回はねあのこれはあの発表はされてないですが 私のあっち系のですね、メイソンリー系の,あの秘密情報によりますとですね、G20 で話されたそうですね。で、表向きですね、報道機関には偽情報としてね、Facebook のリブラ、うん、あれはいいとか悪いとかね、いう情報を表向きには流しておいて、実は裏ではね、ビットコイン ETF、 を全世界的に承認するともちろん日本の金融庁もねまあ、承認するんですけども承認するはずだったんだけどブルームバーグがさすっぱ抜いてさ5月頭に発表しちゃったもんだからまあ伸びちゃったんだよねそれで8月19日にねビットコイン ETFG2020 カ国一斉承認というふうになる可能性があるということですね あとね、ノアコインの、えー、BTC ネクストっていう取引所に送金しな,しなければノアコインが消滅してしまうっていう期日は8月31日土曜日ですからね。これ気をつけてくださいね。本当に全財産なくなっちゃいますからね。はい。それでは、えー、ちょっと見てみましょうか。ということでね、ビットコイン、まあ ETF なんだけども、 まあその前にちょっとあれ見ようか。財布、財布の、えー、ビットコインのチャートなんですけども、えー、そうだな。1時間足でもいいんだけど、どうしようかな。12時間足にしようか。冷やしでもいいんだけどね。見てください。まあ、v 字回復だね。これこそ V 字回復で、105万円いった時はね、さすがに涙ちょちょ切れてね。 あこれ100万円切ったらみんな一旦理学しようねまたは。または損切りしようねって話を僕しましたよね、前ね。ライブ中に。ライブ中か動画中にね。<laughs> まさかの V 字回復でですね、今100、えー、128万5608年ですね。一時これが130万円いったんですよね。130万円ね。ま,あ、またすぐに130万、140万いくと思いますよ。 うん、で、150万を突き抜けると思います。なぜならば。まあ、なぜならばね、これ、まあ、だ何を隠そと、これ、ビットコイン ETF が承認されると、まあ、8月19日にね、えー、8月19日に承認されるっていう情報がね、漏れちゃったんだよね、これね。えー、で、G20 が終わってね、で、漏れちゃってですね、 まあ、あの金融情報っていうのは本当に漏れたらまずいもんですからあの経済指標なんかも、ね、漏れたらその人だけが億万長者になっちゃうからねあの何月何日何時何分何秒までは絶対に漏らさないようにしなくちゃいけないんだけど、まあ、だから G20 もフェイスブックリブラの情報を流して煙に巻,巻いたわけなんだけどもやっぱり、ね、そっち系の人たちとかし、まあ、なんとか系とかね やっぱり、うん、漏れちゃうんだよねはいそれどこまで行くのかって話ですけれどもこれは8月19日までには200万は超えちゃうよねで8月19日に今一斉同時、えー、20か国同時ねビットコイン ETF の承認、まあ、日本だったら金融庁もし,しますよという発表がねされると思うので そしまあ一般的には300万円までいくって言われてんだけど、まあ、僕はあの期待を込めて800万というふうに思ってますで年末までには、まあ、2000万からね3000万ぐらいいくかなと思ってます、まあね、発行枚数は決まってますからねビットコインはねはいなので、まあ、ビットコインが1人勝ちみたくなっちゃって眠、ね、もまだお眠から冷めなくなっちゃったからねビットコイン1人勝ちみたくなっちゃってるんですけどまあでもモナコインなんかもまたね 復活してます。で、ビットコイン、キャッシュも復活してますし、イーサリアムも、はい、大丈夫ですね。ちょっと回復してますね。なので、まあ大丈夫かなと思っております。ですからね、ちょっとビットコインね、あの、買おうかなと、僕も。<laughs> 本当はこの105万円の時買いたかったんですけど、こんな、こ,こんな下で買えないよね、怖くてね。 まあただ、ここら辺で買ってもよかったよね。120万ぐらいでね。まあまあまあ、まだ安いよね。128万5千円。安いから、買いたいんだけど、まあ、落ちるかもしれない、上がるかもしれないっていう不安があるのでね。まあ、こういう時はあの、ドルコスト平均法で買うと一番いいですよ。皆さんもね。下がっても上がっても、まあ、例えば1、まあ、1日5千円ずつ買うと。ね、あの、ビットバー、 ビットフライヤーとかコインチェックだと手数料高いんでね、購入手数料高いから、えー、ビットポイントとかねビ、ビットバンクとかビットポイントで買うと、まあ、手数料がゼロだったりするわけだよね。だから、まあ、安かったり手数料がゼロだったりするわけですから、まあ、そういうところで、ね、買うとねあの、毎日買っても手数料が安かったりゼロなんでね、いいと思いますよ。 ゼロコストあのドルコスト平均法って言って毎日買うとあ、まあ、上がって、ね、高い時も5000円買う安い時も5000円買うってずっと、ね、あの機械的にあの機械になって担々麺のように買うとですね淡々と担、ね、々麺で買うとですねあ儲かるんでねこれは株とかドルとかと一緒だよねはいそれでまあビットコインチェここで小よりと学ぶ 仮想通貨さんのブログをちょっと見させてもらってるんですけどね、えー、ここに、えー、ビットコイン、えー、まあ、SEC のですね、ビットコイン ETF の承認って、あれ、いつになったのと、で、5月21日は延期になっちゃったよね、うん、それで、その次、いつなんですかということで、8月29日って書いてあるよねで、これがまた延期になると、今度10月ですよってことなんで、 まあ今年中にはあの、まあ、大丈夫です、ね。8月19日にもう来ちゃうと思う。ビットコイン ETF の承認がね。なのであの、本当にね、億万長者になりたいのであれば、やっぱり買うしかないよね。<laughs> 宝くじもそうなんだけど、買わないのに、買わなきゃ当たんないからね、宝くじだってね。ですから、やっぱり皆さんにおかれましてもですね、 うんやっぱり1万でも2万でも100万でも200万でもねやっぱり買うべきものを、ね、いざという時に買わないといけないかなとあとは、ほら、あのー、今回ニューヨーク証券取引所もね ETF ビットコイン ETF の申請出してますから、まあ、そちらの方もですね楽しみですよねいつ承認されるのかね、はい、あとはまあ以前、ですね金融庁が仮想通貨 ETF の承認を検討していると。 これはあの今年の1月8日の記事なんですけども、で、これがブルームバーグからね、発表されたんですけどね、まあ、すぐに、その、ちょっと、ブルームバーグが、あの、あの、世界にね、公表してしまったので、金融庁が焦っちゃってさ、で、否定しましたね。うん、そんなことないよって。まあ、否定するってことは、やっぱりそういうことがあったんだと思いますよ。うん、だから否定したんだと思いますね。 あとですね、ノアコインの件なんですけども、ちょっと問い合わせがすごい多いので <laughs>、言いますが、ノアコインを ICU で、ノアコインはね、8月3、あのー、通貨切り替えを行うんですよ。だから、今までのノアコイン持ってる人は、新しいノアコインに変えないと、全部なくなるってことですね。はい、ゼロ円になります。紙くずに <laughs>、あのー、紙くずになってゼロ円になっちゃうので、 必ずですね、この作業をノアコインを購入した人、それは ICO で購入した人、そ,のそれ以外にも、えー、上場した後にね、ヨービットとかヒット BTC などの取引所で購入した人、すべてが対象です。でまず1、ノアコインを ICO で購入し、単利福りで運用している方は必ず配当ボーナス、申請を行い、ボーナスを受け取ってからビットコインネクストへ送金してくださいと。BTC ネクストね。 で、これ新しい取引所、フィリピンの取引所があるんですよね。で、十八時間程度かかり四十八48時間程度かかると。ね。まあ、1週間ぐらいかかる場合もあります。マイイサーウ w a l トとレジャーナ o 7 s を連携させてノアコインを保存している人は、オペラブラウザーをダウンロードして送金を行ってください。レジャーナ o 7 s は Google Chrome との相性は非常に悪く送金ができない場合があります。まあ、これあるんだよね。まあオペラあの、まあ、Google Chrome 以外ね、 あのマイクロソフトの、えー、マイクロソフトの、ね、E って書いてあるやつなんだっけ、えー、でもいいしね、あのーまあ、でもオペラがいいって言ったらオペラっていう、ね、ブラウザがあるんですよこれをダウンロードして使ってくださいとあとはヨー,ビットヨービットなどの取引所にノアコインを保存している方で 売り差し値注文を入れている方は必ず売り差し値注文を解除してから送金を行ってくださいと。これ解除の仕方わかんない人はまた LINE とか電話でお問い合わせください、点閉めるとかね、まあ。超簡単なんで。はい。えー、っと、はい。あと4。レジャー 7S はファームウェアを最新版に更新しないと送金できない場合があります。まあ、送金できないのでね。レジャー 7S のファームウェアの最新版の更新ってどうやんのと。 いうことなんですが、これ簡単っていうか、えー、ブログでもね、えー、YouTube でも載ってますね。レジャー 7S、S ア、アップデートって入れれば出てきますね。だから、あのバージョン1.55とかさ、 1.42とかさ、いっぱいあるんだよね。だから、いつからバージョンアップしてないのかって問題なんだけど、えー、これハードウェアウォレットですね。まあ、レジャーのアナナンスファームウェア,アップデートですね。これは今年の1月17日だから多分一番正しいアップデートの情報だと思うんですよね。で、ここに YouTube の動画も載ってますということです。 1.44、はい、の時もアップデートあったよということなのでやってくださいということですね、はいで。最新バージョンは1.91になりますということですね。バージョンアップが終わったら1.91になるよということですね。ここら辺を見て、えー、やるということですね。でもう何が何だか分からないという人はですねもう私の方でやりますので。 えー、日本全国並びに世界全世界どこでもですね私の方私が出かけていってですね、あのー、皆様のお宅の方にお,お伺いしてねそれからお宅の近くまでおの喫茶店までお伺いしてですね、えー、このレジャーナの S のファームウェアの、えー、アップデートから、えー、マイサーボレットへの接続とそれとノアコインをあそれとですね BTC ネクストの 口座解説とですね、ノアコインの送金まで全部やりますので、えー、言ってください。あのー、ちょっとね、交通費と宿泊が伴う場合には宿泊費もいただきますけれども、まあ、安いところで結構ですのでね、東横インとか安いホテルで結構ですのでね、それと宿、あのー、交通費と宿泊費、それと、まあ、日当ですね、日当はね、7月1日から2万1600円だったんですよね、1日ね。 まあ一日あれば終わりますから、こんなの余裕ですからね。<coughs> まあ二日かかるってことはないですね、今までなかった。ないっていうか、あったのはですね、i c をたくさん買っちゃって、まあ 30, も30個も40個も i c o を買っちゃって、そのね、すべての ICU が今いくらになってるのか、売るといくらで、ね、売れるのかっていうのね、あの、調べてほしいっていう人がいてね、それはね、30個もあったから二日間かかりましたね。 結局ね、その方はね、まあ、社長、中小企業の社長さんだったんだけど、えー、ICO でね、2000万円ぐらい費やしたんだよね。30個ぐらい買っちゃってね、ICO ね。2000万円買ってですね、で、結局全部調べたところ、うん、現、現在価格はね、10万円でした。はい、20分、20分の1のえ ?200 分の 1? 200分の1か10万円しかなってなくてねちょっともうがっくりしちゃったって感じでしたねだからまあいろいろありますからね特に仮想通貨投資の i c りにつきましては十分に気をつけないと、まあ、いけないのかなと思いますはいだからあと YouTube も一緒ですね まあレジャー 7S イスのアップデートって入れますとね、いろいろ出てきますから、まあ、どれ見ればいいのって話もあるんだけど、まあ、どれか見てね、あ、これだったらわかるなっていうのをやってみてください。多分、あーの、ほとんど同じことが、まあ、全部ね、同じことが書かれています。はい。ということですね。えーっと、あと BTCNEXT なんですけど、5番ね。 定期的にメンテナンスを行っているので、送金したくても送金できない可能性があると。このね、BTCNEXT のですね、取引所のサーバーがダウンしているときが結構あるんですよ。だから気をつけないといけないね。うん、BTCNEXT と。で、これ入れて、BTCNEXT と入れるとね、うんまあ、ちょっと今日は出てくるんですけど、まあ、昨日とかはあのメンテナンス中って言って、ね、出てこなかったんですよね。 すごいね、不安ですので、8月31日、ギリギリの日とかにね、サーバーメンテナンスしてたらもうね、もうアウトなんでね。で、これ日本語も変だから、やっぱり英語でやった方がいいですね、これね。<laughs> 英語でやらないとですね。英語で、出てこないですね。英語でやらないとちょっと、ああ、おかしいですね、ちょっとね。うん、イングリッシュだね。で、ログイン。 ハテナになっちゃってるね。うん、それか、ここ、お世話になってないよな。はい、ちょっとまだね、サーバーおかしいみたいですけれどもね。<laughs> これもね、ちょっと、ログイン、ちょっとおかしいですね、今。サーバーがまたおかしくなってると思います。はい、新規登録できない状態になってますよね、今ね。うん、だからまあ、こういう状態でございますから、 あの早め早めにですね、ノアコインの送金につきまして、早め早めにですね、やらないとですね、これ新規登録が今画面出てこないじゃないですか。早め早めにやらないと、サーバーおかしくなっちゃってますからね、今ね。そういうも問題あるよね、やっぱりね、仮想通貨ってね。いつもの付き物の減少といえども、 で、日付がね、切れてしまって、えー、ね、たくさんお金費やしたノアコインがね、全部消えてしまうっていうのは本当に辛いことですからね。で、まあ今回ね、あの、通貨切り替えのデノミを行うので、まあ、僕は40円か50円ぐらいになるかなと思ってるんですよね。ノアコイン1、1 1個あたりね。1万円あたり。まあ、40円になったとしても、かなりの倍率になると思いますから、まあ非常にね、楽しみにしております。500倍ぐらいなのかな うん、はい。ということでね、えー、今回は、そうですね、ビットコインがね、ちょっと V 字回復して、今は小康状態ですけど、やっぱり上がりそうだよね、ふつふつしてるもんね、こうやってふつふつしてるから。で、ここで爆上げしたでしょ、グワンってこれはいつなんだろう、うん。これは、あ、今日か。7月4日。 え、今日か ?7 月4日の7時24分。朝の7時24分ですね。今日ですね、これ、ね。で、まあ、にわかにずっと上がってはいたんですよね。1時間足ですね。あ、1分足です。<laughs> すいません。<laughs> 1分足でしたね。15分足にするとこんな感じですね。うーん。やっぱりなんかあるでしょうね。これ情報盛りたでしょうね、これね。ビットコイン ETF の承認が。 朝7時ですね。うん、7時ぐらい。そうだな、7時。七時。もう一回一般して見てみようかな。これ何時ですかね、これ。情報漏れたのが。7時26分ですね。7時26分ですね。うん、うん、漏れましたね。ちょっとね。はい。なので、えー、ビットコインでね。えー、ビットコイン。 など、イーサリアム、ノアコイン、カルダのエダなどなど、えー、モナコインなどなど仮想通貨でね億万長者になりたければ、えー、もう一頑張りですね、えー、仕込みを、えー、購入をする必要があるかなと思います。それでは、えー、今回はこれで終わりにさせていただきたいと思います。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。